おはようございます。はい、おはようございます。まあ、早野さんのね、作り笑いがちょっといやらしいんですけど、いやいや、全然作ってないですけど、はい、今回、はい、延長戦をさせていただけるということ で、ね、リミットメイク駅伝、そうですね、救済措置で、はい、はい、目標達成できなかった方に、はい、3人でやると。いや、目標達成できてないっていうかね、全く足りてないんだよ、うん、約16キロ。そうですね、はい、16キロ1人、2日間でね、3人いますから、まあまあ、現実的といえば現実的ですよね。そうですね、はい、達成できなくはない目標、はいはい、と言っても過言ではない、はい、でもどうなんですか、今の霞水系。霞水系厳しいね。厳しいですか。まあ、ちょっと台風がね、そうですね、少し前に来て、水がぐちゃぐちゃに混ざって、で日に日に減水して、はい、でまた昨日また大雨来て、はい、でまた水がちょっとまた、目まぐるしいですね。最高じゃん。乱高下してるわ。最高じゃん。そう、最高ということでね、1日ね、2800ぐらい1人釣ればいいそうです。なんで、まあ、キロフィッシュだったら3つ。そうですね。まあ、アベレージだったら4つぐらい必要ですか。霞水系7800だと、うん、4匹ぐらい。4匹ぐらい必要。そうですね。ということで、2日間。そうですね、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで並んで。ここらへんやったら釣れない？ここで3人並んで。うわぁ、釣れそうだな。俺釣れるとしたら俺だよね、これ絶対に。ちょ、そこ投げたいから。ちょ、今当たったって絶対。秋前とか。みんなでやったら、まあでもいい。まあ、まあ、だったら絞りたがりな。来た来た。バスかこれ。バスかな。バスだったらまあまあでかそうですけどね。回ってはない、キャットじゃないっぽいです。あ、バスだ、バスバス、オッケーオッケー。とりあえず1匹目、まあまあじゃないかな。お、まあまあか、そんな悪くない。3バイト目にしてやっと乗りましたよ。ちょっとラインがね、ちょっと傷ついてるかもしれないな。ちょっと優しめに。800ぐらいありそうですけどね。ネット持ってきてないというオッケーオッケー、これはねる、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 来た、イエーイ、来た、1匹目、ジゲットワッキーできましたね、スピニングで、1匹目、OK、うい、じゃあ、当たってみましょう、はい、お、ジャスト、980か、1キロって感じですね。9パチにしときますはい、980 借金分を返せばいいんですよね。あ、そういうことになったの。いや、もうそう、みんな頑張ろうよ。そうでしょ、みんなで頑張ろう。フィールド変えよ、まずフィールド変えよ。移動日にして、しばらこ行こう。ああ、しばらこ、そのため池どうする移動しない。8時半ですか。どうしてもイタコ候補でやりたい。あ、そうなんですか。黒田さん、イタコ候補。あ、イタコ候補、昨日会場イタコ候補でしょ。違う、どこ。東京マリーン、ペトラがある方、51号の。あ、それでさっきから北トネ、北トネってずっと絞りの公共3番。
あー、おしぼり行こう。来た来た。イエーイ。オッケー、オッケー。あのね、多分ね、草の下がいいと思うよ。どんどんギューって持ってったのに。ちょっと、なんで猫リグで抜けんの。マジでありえないんだけど。お前釣れそうだけど。嘘。すげえ。待って頑張って。釣れた。やった。え、なんで釣れたん？あの葉っぱの横で釣れたさ。あ、この下に入ってたんだ。下みたいですね。いや、波あるからダメかなと思ってたらなんかブーン。え、だいたい。はい。どう？550ぐらい？もうちょっとある？これないんじゃないですかね、多分。いや、500はあるよ、重いもん。じゃあ500、うん、あ、でも俺らの予想と一緒ぐらいだ。いや、ほんと、いや、こういう感じで俺いつも黒さんの言った通りにやってたら釣れました。いや、俺移動しようって2回ぐらい提案したんだけど。こんな感じで俺っていつも釣りこぼしてんだな。